コローアキさん、ガッツさん、ガーシーさんが最初全員で始まったのか僕は知りませんけど、最初から金だったんじゃねえと、多分もう心の病だと思うんですよね。あの、間違ったかもしれないですよ。正しいこと事実を言ったとして、それが報われるとは限らないんですよね。 今年はガーシーにコロアキにガツさんに日本の不満をもう社会体質を変えたい体を張ったユーチューバーが次々をやらかして逮捕されました。正直社会にイノベーションを起こしてくれる人を応援してるんですが、自制化税をやらかした以上は擁護できません。ガツさんとコロアキさんは元は社会用方表現変えたいはずですが、どう立ち回るのが正解だったのでしょうかま、あ結局その、アバンギャルドな尖ったことをやればやるほど、再生数伸びるよねっていうので、で、その、よりそのなんかあの、 ひどいことだったり、まあよりそのやりすぎだよねって言われるようなことをやった方が回るよねというので、止めどころがわからなくなってしまうっていうんだと思うんですよね。なので、最初は社会正義で始まったんだと思うんですけど、結果としてはこの方が再生数伸びるよねとか、まああの視聴者数増えるよねとかで、あの調子に乗ってやりすぎてしまうっていうパターンだと思うんですよね。 あの、たまたま今日はあの、飯食いながら、あの、重信のぶささんの話をしてたんですけど、うちのあの、彼女と。あの、まあ、赤軍派と言われてる人で、その学生運動とかでやってる中で、結果としてその学生運動をやってる仲間をリンチでぶち殺したりとか、あとまあ、銀行行動やった時も人殺しちゃったのかなで、まあ、その、学生運動の人たちって、社会を良くしようと思ってやってたんですよ。 でも、社会を良くしようとする中で、この敵を倒すことは社会正義の上では重要だよね、というふうに考えるようになりますと。なので、社会を良くするためには予算が必要です。じゃあ、銀行強盗をして、その予算を取るというのは、社会を良くするためには必要だよね。連合、連合赤軍ね。っていうので、逆にその、じゃあ、その、社会を良くするための活動をするときに邪魔をする人がいます。この邪魔をする奴を殺した方が、より社会が良くなるよね、と。 なんでその1億人のその日本人の社会を良くするためだったら、10人が死ぬんだったら、それは日本社会にとっていいよねというふうに考えるというのも、元は社会を良くするという、その、生まれ育った社会だったり国だったりというのが良くなった方がいいよねっていう全員から始まったりするんですよね。 で、ま、ああの、その、連合赤軍バリバリ左なんですけど、なんかその、お父さんがもともとあの、保守の活動家だったらしいんですよね、その、資源のむさこさんの。で、なんかその、親切をなんかあの、地域になんか配ろうみたいなので、なんかその、作文かなんかで賞をもらったりしたのかな、小学生の時に資源のむさこさんが。 っていう感じで、その、割とその社会を良くしようというのを親もやっていて、で、それを良くするためにこうした方がいいよねっていうのを子供からこう持っていて、で、その結果として、まあその、連合先軍で人を殺すっていう事件を起こし、で、その後あの、イスラエルに行って、イスラエルでもその敗弱事件を起こして人を殺すみたいなのをやってたりするっていうので、なのでめちゃくちゃ悪いやつじゃんってなるんですけど、多分最初の志は社会を良くしたいっていう善意から始まってたんだと思うんですよね。 で、まあ、その、コロアキさん、ガッツさん、ガーシーさんが最初全員で始まったのか僕は知りませんけど、まあ、最初から金だったんじゃねえのっていう人もいるので、まあ、とはいえ、あの、善意で始まり、悪にこう、こう、なんかいろいろ染めてしまう人っていうのもいらっしゃるよって話でした。はい。 えー、詩人逮捕について、奥部公園周辺で360度カメラを使い自撮りしていたり、床刈りつけられ死人逮捕されました。えー、360度カメラで撮影していたので、無理ちゃうと証明でき、衝動化動画アップしました。ガッチャンネルもコラーキさんも逮捕されましたね。えー、スーパードミネーターさんもやばいそうな気がします。逮捕前に揃ってインタビュー受けている上に、逮捕日にテレビ局がさ影しましたよね。えー、テレビ局が警察官の陸上を掴んでそうな予感がします。まあ、あとそうですよね。あの、社会的にこう、もうあの、我々話題になりそうなので、テレビ局に喜んでリークするってなと思うんですけど、その360度カメラで自撮りをする すると言いがかりをつけられて死に対応されたんだすごいですねあの普通にその言いがかりであれば訴えるとお金取れるので賠償金とかもらうといいんじゃないでしょうか多分もう心の病だと思うんですよねあの間違ったかもしれないですよ多分自分の存在価値とか存在理由とかっていうのがすごい敏感な状態になってて なのでその自分のなんかその存在価値みたいなものが人が認めてくれてないという状態になってそこでなんとかその自分のそのなんかあのこう存在を守るためには相手を攻撃するというのを選んでしまうというのは人間の構造上あると思うのでで多分その なんか夜中の12時44分に、そのなんかビール飲んでるワインか、ワイン飲んでるあのおっさんの話を聞いてるような人たちっていうのは、だいたいそのニートとか無職とか、この部屋おじさんとか、この部屋おじさんとか、の人たちだと思うんですけど、なんで基本的にはその他人と比べられたら、だいたい負けてるっていう人たちが、今こう、なんかコメントをこう叩いてると思うんですよね。君の話だぞ。<laughs> 社会の場合は、その集団の その、なんか、あの、ルール、常識というものを逸脱した行為をしたやつなので、この集団の中に入れとくと不安だよね。だから追い出した方がいいよねという考えになりがちなんですよ。要はその、法律上決まってる正義とか、じゃあこれはこうだよねっていう正しいこと、事実を言ったとして、それが報われるとは限らないんですよね。 例えば、その、えっ、ー、と、喫煙者を注意して高校生が殴られたっていうのがあると思うんですけど、その、電車の中でタバコを吸う行為は良くないですよね。で、電車の中でタバコを吸ってる人がいたので、いや、タバコを吸っちゃいけないんでやめた方がいいですよと言いました。高校生は何の問題もありません。でも、相手が頭がおかしかった場合は、それで殴られるというのが発生します。正直とか正義っていうのは、代償が必要なことがあるんですよ。 なんでそのパワハラをされました。で、それは法律上良くないから労働基準監督署に行って何とかしてもらう。すごく正しいです。でもその、その会社、まあそのにのの日本の集団の場合ありがちなんですけど、その正義とか法律よりも自分たちのルールを言って、<laughs> その集団の論理のようなものを優先したりすることがあるんですよね。 なので、その、じゃあなぜいじめが起こるのかっていうと、いじめって良くないことだよねってうすうす分かってるんですけど、いじめをやった方が集団として気持ちいい、楽しいっていうので、そこを優先するっていうのがあるので、なので、その、正直に生きていくというのはバカを見ることがあるというのがあるのですけど、だからといって、じゃあ正直に生きないで、その、こう、周りに流されていって生きていくのがいいのかっていうと、それはそれで微妙なので、どういう人生を歩むかっていうのが本人が決めればいいんじゃないかなと思います。 えー、ひろきさんこんばんは。中年無職独身男性です。小6の頃、ある銀行強盗事件があり、えー、教師は朝礼時に、みんなは将来こんなことしないですよね。約束できる人は手を挙げてと言ったのですが、私はその時になってみないとわからないと思って手を挙げなかったのですが、教師に使って、なんでお前は手を挙げないお前は頭がおかしいと言われました。<laughs> 私は頭がおかしいのでしょうか。いや、全然、あの、えっ、ー、と、論理的には正しいのですが、えっ、ー、とね、 本心を伝えて相手が理解できるかというとそうではないことが多いです。あるいは銀行強盗にならないというので手を挙げさせるときは自分がどう思うかどうかは別にして手を挙げた方が良いというふうに考える人の方が社会では割とうまくいくことが多いです。で、僕もあの状況によっては銀行強盗はあり得るよねって考えるタイプなんですよ。 例えばじゃあ僕がその、えー、と、アメリカに住んでいて CIA で働いていて、で、じゃあ北朝鮮の銀行で銀行強盗することによって北朝鮮の経済にダメージを与えてアメリカ政府が、まあその、アメリカ政府の国民だったりその安全が守られるというのであれば多分やってると思うんですよ。で、その銀行強盗というのは基本的に違法行為で悪いことなんですけど、 で、まあ、えっ、ー、と、僕はやらないんですけど、例えば、えっ、ー、と、頭三層事件みたいな学生運動の時期って、その学生運動をして、日本国が独立を続けるためにはお金が必要だ。だから、銀行強盗をしてお金を取るということも、それは日本のために必要なことでやるっていうので、その、学生運動をしている人たちの中で、銀行強盗をした人たちっていうのも結構出てきたんですよ。 で、まあ、僕はそれ良くないと思うんですけど、でも彼らにとってみたら、銀行強盗をすることが正義だったんですよ。なので、その、考え方によっては銀行強盗が正義だと思う人もいるよねと。で、あの、ボビークライドみたいな形で、別に銀行の金取ったとしても、保険でそのカバーされるんだから、誰も知らないし、じゃあそこで銀行強盗をして、その、あの、お金のない人とかにお金配った方が、それは社会のためなんだないのみたいな考え方もあると思うんですよ。 なので、その、一概に銀行こと良くないよねっていうので、いや、良くないよって素直に言えるかっていうと、僕も、いやいや、そうじゃないパターンあるよねと思うんですけど、ただ、ここで手を挙げた方がトラブルが少ないよねって思うことも僕はあるので、なので、手を挙げとこうっていうのになるか、あの、ガチで教師とぶつかるかっていうのをタイミングによって判断するっていうのやればいいと思うんですけど、多分その中年無職独身男性ということで、その、社会に、 えっと、自分の考えを合わせるというのが苦手な人なんだと思うんですよね。で、多分頭はいいんですよ。なのでその勉強はできるし、その哲学的なことも考えられるんですけど、でもそんなものより社会の人はこう考えるよね、それに合わせた方がいいよねっていうのに流された方が日本社会というのは仕事ができたりとか、知り合いとか友達ができたりとか、割と幸せになりやすいんですよね。 なので、あの歯磨き子さんも、あの社会に合わせるというのを演技としてやるっていうのも一応スキルとして持ってた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、あ僕はあの体育会系の人に結構好かれるんですよ。IT 系で、割とその,あの思ったことを言っているというので生意気な感じで見られがちなんですけど、僕はあの体育会系モードになった時は、割と体育会系の人に好かれる立ち居振る舞いができるんですよ。もとと体育会系的なことをやってたんでしょうね。 なのであのそういう,ような立ち振る舞いをするっていう、例えばじゃあ、アメリカ人とあの話するときはあの、こういうテンションで行った方がいいよねとかその、状況によってこのモードで行った方がいいよねとかって、割と僕何個か持ってて、なのでそれを使い分けることができるんですよね。別にあの自分自身がそのどう思ってるかとか、あのその真実は何だとか、正義は何だとかとは関係ないんですよ。そのコミュニケーションをする上で お年寄りには敬語を使った方がいいよねとか、他人に対しては敬語を使った方がいいよねとかっていうような形で、その、モードとして使い分けるっていうのをやってるので、なのでそういう例ぐらいはした方が、社会では楽に生活できますよ。使い分けと言って、はい。別にあのの、あの、その、腹の中でしたらしてもいいと思うので。かけてもいいですけど、チャンネル。登録した方がいいです。